い、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今回の動画ですね、サックス管楽器、これで太い音を出す、これをテーマにですね、ちょっとお話をしていきたいなというふうに思います。太い音って憧れますよね。特にジャズとかやってるとね、太い音はどうやって出すんだろうなんてね、よく思ったりするもんでございます。まあ、いい音、いい音についてはですね、前回お話ししていますので、上のカードもしくは下の概要欄からご覧いただければと思います。それが大前提です。で、その上でさらに今回テクニック的な部分でいかにして太い音を出すかというところなんですけども、太い音ってね、実は2つポイントがあるんですよ。一番手っ取り早いのはマウスピースを変えちゃう、もっと開きの大きいものにするとかね、そういうのが1つのポイントなんですけども、それよりももっと大事なところがあるんですね。で、それについてですね、今日はちょっとお話をしていきたいなというふうに思っております。で、まずですね、ぜひ見ていただきたい動画があるので、ぜひ検索して見ていただきたいんですけども、この人、ケニー・ギャレット、ぜひですね、この人の動画を見てください。もうここに全てが隠されてるっていうですね、感じでございます。ケニー・ギャレットとかね、演奏するときに楽器で音を出した瞬間に喉がですね、ボコーって出るんですよ。こうね、こういう喉がこういう、喉っていうか首がこういう風にあったら、それがね、ボコってこういう風に広がるイメージなんですね。はい。で、なぜそれすると音が太くなるのかっていうとですね、音の基本が作られるのがその口の中なんですね。で、リードが震えて、ね、それがもちろん息となって出ていくわけなんですけども、それがこのまず口の中で作られるんですよ。で、それが楽器の中に出てくるんですね。なので、口の中を思い切って改善すると、音は愕然と変わります。はい。音を太くするために、その口の中の空間を広げるっていうのがあるんですけども、まずやるべきことは、喉を開く。ね、吹奏楽をやってる方はね、よく喉を開いてとかそういうトレーニングをしてると思います。歌をやってる人もそうです。まず喉を開くっていうことが大事なんですね。その、喉を開くってどういうことかっていうとね、こう、舌をね、後ろに下げるイメージなんですよ。こう、ちょっとね、これ、絵で描いた方がね、わかりやすいと思うんですけど、普段こう、舌が出てるじゃないですか。これ、ってね。これを、舌根、ベロの奥から、ギュッて引き下げる感じなんですよ。こうベロがね、こう舌って長いじゃないですか。こういうふうになってるんですよ。こういうふうになってるでしょ、舌が。それをね、奥からね、ギュッて引き下げる感じなんですよ。そうすると口の中って広くなるんですね。で、それと同時に顎のこの下の筋肉、これを思いっきり下に引き下げるんですね、ガッて。で、舌を引き下げて、ここの顎の下の空間を広げると口の中って大きくなるんですよ。そう。なので、トレーニングするときに舌根を下げて口ので、なおかつね、ここの顎の下の筋肉で口の中の空間を広くして、でなおかつそれだけじゃなくって、今度はこうね、息が通ってくるところってこう管になってるじゃないですか。こういうふうにね、こっちが口だとしたらこういうふうになってるでしょ、こういうふうに広くなってるでしょ。まず舌を下げてここを広げました。で、顎の下をここを下げました。今度こっちを上げるんですよ。口の上顎の奥、どっちかというと、ね、その首の真後ろぐらい、頭と首の付け根ぐらいのところを意識するんですね。3つのポイントがあるんです。舌根を下げる、顎の下の筋肉で口の中を広くする。で、今度は喉の奥の上側を広くするっていうですね、そういうトレーニングがあります。これね、意識するとだんだんできるようになってくるんですよね。で、今この普通の声で喋ってるじゃないですか。で、そのまず舌根を下げて、ここを下げてって、その3つのポイントをガッて広げると、これね、声でも変わるんですよ、実は。ちょっとやってみましょうか。すっごい変な声になるんで笑わないでくださいね。まずこれが普通です。これが普通に喋ってます。で、舌根下げて、こっち、顎を下げて、上を広げます。こうなんかすっごい変な顔になるんですけど、そうするとこういう声になるんですね。
こういう声になります。はい、こうなんかね、さっきの違い分かります？これが普通に喋ってて、これがまた違う声です。この違いって分かります？このね、3つを変える、3つのポイントで口の中の空間を思いっきり広くすると、さっきも声が太く変わったように、楽器で鳴らす音も変わるんですよ。はい、これをね、やることによって、だいぶですね、音が変わります。今日ね、ちょっと実際にね、これ、楽器で吹いてね、試してあげればよかったんですけども、ちょっとね、撮影するのがね、夜遅くなっちゃって、で、ちょっとしばらくね、この話をする時間がちょっとなくなっちゃうので、ちょっとそのトークだけでね、で、自分の声でどういう風に変わるのかっていう、そこでちょっとお話をさせていただきました。はい、ぜひ、やってみていただければと思います。小手先のテクニックなんですけども、ぜひ見ていただければと思います。でケニー・ダイレットのね、動画を見ていただけると、もうすごく分かりやすいので、ぜひ見ていただければと思います。今回の動画役に立ったと思ったら、ぜひ高評価、またチャンネル登録ですね、よろしくお願いいたします。では皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。